湖はドイツの作家テオドール・シュトルムが1849年に発表した小説である。1851年に刊行されたサマージェシー・クチン・ウントリーデルという短編集に収録された。現在はインメン湖で作中エイリヒの邸宅がこの湖のほとりにあるという設定になっている。 シュトルムの故郷フーズムのあるシュレスビヒホルシュタイン州には、大小数多くの湖のある、故障地帯があり、その風土をモチーフにしたものだが、湖の名前は架空のものである。物語は、老人となった、ラインハルトの階層という形式をとっている。少年ラインハルトは小さい頃から5歳年下の少女、エリーザベトを死体、またエリーザベトもラインハルトを慕っていた。しかし、ラインハルトは、 大学生となって彼女と離れ離れになる。復活祭の日に帰省した時、ラインハルトはエリーザベトとの間に何かよそよそしいものが入り込んで、来たような印象を受ける。エリーザベトの母はラインハルトとかつて同級生だったエイリヒが因縁古飯の別邸を父から相続したと話す。2年後、学業に励むラインハルトのもとに自分の母から手紙が届く。エリーザベトが エイリヒから結婚申し込みを受け、二度経ったものの三度目に受諾したという知らせであった。数年後、ラインハルトはエイリヒに招かれてその邸宅を訪れ、エイリヒと結婚したエリーザベトとも再会する。民謡収集を仕事としているラインハルトは、ある日の夕方、クサイアエリーザベトの母を前に民謡を朗読するが、その中に母の勧めで愛する人を諦め、 別の人と結婚してしまった自分を後悔しているという内容の詩が含まれていた。これを聞いたエリーザベトは席を立って出て行ってしまう。数日間を一緒に過ごした後、ラインハルトはエーリヒ夫妻に告げずに早朝屋敷を出て行こうとするが、エリーザベトは彼の旅立ちを予感して彼の前に立つ。そんな彼女にラインハルトはもう二度と会うことはないだろうと告げるのだった。ありがとうございます。